釣りの金目ちゃんはですね、鱗が綺麗にほとんど剥がれてません。ヒレもとても綺麗です。網で取れますと鱗が取れてしまったり、ヒレがボロボロになっちゃうことが多いんですが、釣りの金目ちゃんは本当綺麗ですね。なるほど。そしてお口を見てみましょう。ビャー、こんなに大きく開きます。これは金目鯛ちゃんが大きな目で、暗い海の中でもですね、深い海でも小さなお魚を見つけると口をガバッと開けて食べちゃうんですね。あ、すごい。でこの口を開けますと、ここ、薄いこういった膜で口がこうつながっているのが分かりますが、ここにご注目ください。穴が開いてます。この穴こそが漁師さんの釣り針がかかっていた証。へー、はい。そして先生、どうやって泳ぐと思いますか？キメダイちゃん、どうやって泳ぐと思いますでしょうか？こういう感じ。こういう感じ。そうなんですね。どんな感じで？キメダイちゃん、こういう感じ。あ、くねくねって感じですか？こういう感じ。そっちのが正解ですね。ここの胸びれを鳥さんが羽ばたきするみたいにこうやって、これじゃないんですね。そうなんです。もう尾びれはあまり使わず、ここの胸びれをパタパタと、きれいに。そうです。先生、はい、ちなみに今日は何て呼ばれるでしたっけ？パピオット。パピオット、パピオットです。なんだか可愛い響きですね。お耳の大きなワンちゃん、パピオ。あ、パピオですね。あ、これびっくりだ。どんなお料理なんでしょうか？フランスの家庭料理なんですけど、はい、はい、紙で包んでオーブンで焼きます、はい、なるほど、はい、さあではキンメダイちゃんのまずは下ギョシラエからさせていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ではキンメダイ様、失礼いたします。お魚は鱗が、頭から尻尾の方向にこうついてますので、魚だけに魚でする感じで、魚で魚で、これ手だと痛いですので、こちら使わせていただきます。鱗がですね、しっかりついて、はい、しっかりついてますんで、もうテキパキチャカチャカッとかします。いや、昔はお魚屋さんで働いてた時代があったので、そうなんですか。もうキンメダイちゃんよくこうやって下ギョシラエ してたの懐かしいですね。かゆくないですか？すいません。はい、鱗取れまして、いいキンメダイちゃんですね。本当に惚れ惚れするような。次は大きな頭ですね。大きな頭さんをすいません分けさせていただいて、はい、エラと綿も取りたいと思います、はい、こちらのお腹側なんですけれど、ここに、お尻の穴がありますね。でここエラ豚のこの喉元あたりですね、ここまで包丁でピーッとこう切れ目をまず入れます。で失礼します。でここのエラ豚ですね、エラ豚バカッと開くとここに真っ赤なエラがついてます。でこのエラですね、指でカッとこうエラをしっかり持って、この付け根あたりをこうしっかり持って、引っ張ります。引っ張りますと、実はエラと内臓がですね、つながってますので、このように全部取れます。はい、これでお腹の中がほぼきれいになります。でお腹の中きれいに洗いますと、これでもほぼ、エラも内臓も取れて、いわゆるエラ綿抜きという感じですね。はい、で中も水分を取ります。はい、でここから、三枚おろしにさせていただきとうございます。はい、まずは頭を失礼します。失礼します。もうおもむろに頭を切っちゃいます。頭も美味しいですので、はい、頭は確実に残します。はい、後でお出汁、あら汁みたいな。あら汁、そうですね、あら汁、はい、後ほど、はい。はい。ここからいよいよ三枚おろしにしていきたいと思います。
はですね、三枚おろしにするときここも結構カットしちゃうことが多いんですけど、はい、キムダイちゃんはここの部分がとても美味しいですので、ちょっとあえて残しました。はい、はい、ではまずは三枚おろしですので、はい、尻尾にちょこっと切り目入れまして、でここにこう一回スーッとこう切り目入れまして、でここから、骨に沿って、はい、あ、包丁がとても切りやすくて、はい、でこれでまず、はい、1枚切りました、はい、で反対も同様に、漁師さんからお魚をいただくことが多いですので、はい、これで3枚ですね。はい、早いですね。あっという間になりました。食べるあの身の部分がこちらで、はい、あとはこの中骨のとかですね。はい、キメダイちゃんですね。なんと、はい、赤身でしょうか、白身でしょうか。白身だと思ってます。はい、三角です。実はですね、キメダイちゃんは全体的に白身なんですけど、はい、ここだけ赤身なんです。そんなことあるんですね。あるんです。実はですね、キンメダイちゃんは胸びれをこうやっていつもパタパタ動かしてますんで、この胸びれを動かす筋肉だけは赤身になってます。ですね、ここだけはマグロちゃんやカツオちゃんと同じ、ね、綺麗な赤身なんですね。なるほどです。ここがまたの食感も良くて味も濃厚で栄養もたっぷり。こちらのちょうどあら汁でいただきたいと思います。はい、で実はですね、キンメダイちゃん最初からこういう姿ではないんですね。ですね。ちっちゃい時というのはですね、形がですね、もうちょっとこう角張ってまして、なんとヒレがですね、胸びれや尾びれはま同じなんですけど、背びれがニョヨーンってこう伸びるんですね。伸びる。こうやって伸びてます。そして腹びれもニョヨーンとこう。それはなぜですか？このヒレが長いというのは、はい、海の中で泳ぐときには泳ぎに適していると考えられているんですね。例えば、お正月にあげるものといいますと、タコ。そうです、タコが飛ぶようにですね。先生大正解です。タコがタコをあげてる感じでしょうか。キムダイちゃんも小さいときはこのヒラヒラがついてると海の流れに上手に乗っかって泳ぎやすいのではないかという。ですね、浮遊適応と言っていいのかなと思うんですが、でこの時のキンメダイちゃんを通称糸引き金目と呼ぶんですね。糸引き金目ちゃん、多分毒を持ったクラゲの触手にもしかすると、見せかけてるのかもしれないですね。毒があるから気をつけてよっていう、毒ないんですけどね。なるほど。はい、ここにあばら骨があるんですね。いわゆる肋骨です。ここのあばら骨のところも、あばら骨に沿って包丁ちょっと少し斜めにしてスッと一回引いて、はい、はい、手持って反対のこちらの身も、はい、スッと、はい、すごい脂が乗ってますね。そしてですね、あと最後にですね、骨抜き、この骨抜きで地図の骨を抜いていきたいと思います。取れました。はい、キンメダイちゃん。わあ、やった、嬉しいですね。こちらに、はい、下準備で塩コショウを少々振っていきましょう。はい、はい、お、あ、塩ですね。わかりました。
しそう。美味しそう。アンチョビーちゃんをこう合わせてもらっていいですか？最高ですね、このハーモニー。いつまでも食べてない。蒸し焼きにしてるので。はい。これはなんかいいですね。簡単で美味しいですね。ぜひお家でも。あ、お家でも。トライしてみてください。お家でフランス気分になれますね。なれますね。はい。楽しみです。あ、ありがたくいただくからには、すべて丸魚と骨まで感謝していただきたいと思います。はい。本当に美味しい。美味しい。最高です。